10月29日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて107円と86銭高い 22,975 円13銭でした。今日午前中の一番高いところでは、ついにと申しますか、2万3000円台の大台にワンタッチ乗せる場面がありました。今日午前中の時点で高値は2万3000飛んで8円でありました。トピックスも昨日に比べて 14.48 ポイント高の 1662.91 でした。東京市場強い動きですね。新興市場でありますけども、マザーズ指数が昨日に比べて 7.37 ポイント高の 874.85、 昨日年初来高値を更新した日経ジャスダック平均株価も6円と75銭高ということで、新興市場も含めて東京市場午前中の段階では買い優勢、比較的強い動きとなっています。日経平均株価冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均、ここで窓を3つ開けて上の方向に一気に離れまして、ここですね、2万と2500円どころで一旦それぞれ上下にひげを伸ばしながら売り買いが交錯した後、再び上値トライと上値を目指す動きです。今日は午前中の段階で2万3000円台に乗せる場面もありました。昨日のアメリカ市場、ニューヨークダウ、ナスダック、SP500 とも3指数とも上昇であります。米中の摩擦について協議が、かなり進展に期待ができる。そしてヨーロッパ情勢を見てみれば、11月1日から ECB が追加緩和を再開しますし、イギリスですね、ブレグジットをめぐっては、ジョンソン首相の言うことが通らないということは、逆に言えば合意なきブレグジットが遠ざかっているということでありまして、どちらかといえばリスクを取っていく、株を買っていく動きが日米とも続いています。こうしたところを象徴するのが今日の銀行株の動きであります。8306三菱 UFJ です。今日も大陽線をつけて買われています。垂直的な右肩上がりとなっています。アメリカ、日本で株を買う動き、リスクを取っていく動きが顕在化している、顕著になっているということは、逆に言えば国債を買わないということであります。アメリカ国債が買われず、アメリカ国債の値段が下がっていますので、逆にアメリカの長期金利が上昇、これが今日の銀行株高につながっているようです。リスクオンムードで株式に注目が集まる分、国債市場がやや下落、それに伴って長期金利上昇、今日の銀行株高につながっている模様で、今日は三菱 UFJ ですとか三井住友などのメガバンク、地銀も比較的しっかりという銘柄が目立ちます。一方で業績関連です。政治の交渉としては米中進展見られますが、実体経済にはやや悪影響を及ぼしているようです。それが今日のファナックの動きに象徴されています。ファナック、一旦足元で2万1000円の節目を下方向に試しに行った後、さすがに戻り歩調となっていまして、昨日のレンジを大きく崩すほどではありませんが、昨日に比べると午前中の段階ではマイナスで引けています。1% 程度のマイナスですね。ファナック、昨日上期の決算発表を行いまして、上期が売上高が減収、純利益も減益でありました。そして通期の業績予想を下方修正しています。ファナック通期の下方修正というのは今期2度目であります。米中摩擦の影響で中国向けのファクトリーオートメーション、ロボドリルなどが不振だと、伸び悩んでいるということです。政治的には交渉が進展しているかに見えますが、実体経済、企業決算などにはまだまだマイナス影響が色濃く残っていると、このファナックの動きから象徴されています。今日の東京市場、とりあえずは米中期待、そして合意なきブレグジットがなくなるんではないかと、そうした期待、そして ECB の追加緩和への期待、こうした諸々のことから日経平均株価は午前中2万3000円の節目を一時回復する場面がありました。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。